にちは。お、来た。やっほー、こんばんは、こんばんはか。こんばんは。お元気ですか。こんばんは。お、みんな来た。だんだん来てきた。こんばんは、やっほー。お、ありがとう。はい、じゃあみんなだんだん来てきたということで、本日12月23日月曜日の乃木曜日を担当する佐藤楓です。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと5時からっていうちょっと早い時間だったんですけど、来てくれてありがとうございます。今日何してました？お仕事か。月曜日だもんね。もうそろそろあれですか、皆さん、お仕事納めとかですかね。学校はもう終わったのかな。どうですか。うん、お仕事か。お疲れ様です。あ、大学もお疲れ様です。だから大学生はまだお休みじゃないのかな。冬休み、お、いいな。納めたい。納めたいよ、確かに。頑張って、お仕事納めまで。もう忘年会とか皆さんやられるんですかね。いいな、忘年会やってみたい。お、うんうんうん。お、ありがとう。お、やっほーみんな。お、今日忘年会楽しんで。お、クリスマスですね。明日もクリスマスですもんね。早い。もうクリスマスが来たらもう今年なんか1年の終わりを感じます。でもこの年末の雰囲気私すごい好きなんですけどね。毎年行ってるかもだけど、私お正月が1年で一番好きだから、なんかもうあっという間に1年の楽しみが終わっちゃうけど。うん、サンタさん来るといいね。皆さん、サンタさんまだ来ますか。私はもうね、来ないの。来てー、サンタさん来てー。はい、じゃあね、そろそろね、前回のメンバーのあやねさんからの宿題をやりたいと思います。こちら、じゃじゃん。つまり見えないが、過去にもらったクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものはだそうです。なんだろう、なんでしょうね。クリスマスプレゼントいつまでもらいました？サンタさんが来てたのは小5ぐらいかな、小6かな、全然覚えてない。中学生は多分来てないから小5、6とかまでかも。だよね、小学生までですよね。なんだろうな。一番嬉しかったもの、皆さん何ですか。なんだろうね。難しいね。覚えてないんだよな。でも一番印象だったもの覚えてるけど、ちょっと後で言います。一番印象的だったものは。それしか逆に覚えてないってくらい本当に覚えてない。やっぱゲーム系ですよね、ちっちゃい頃もらうなら。確かに、ウィー懐かしいね。マリカーばっかやってたな。どうしよう。そうね、私もでもゲームかな。でも何のゲームだろう。ダイヤモンドパールとかかな。ダイヤモンドパールって私がいくつの時だろう。でもなんかポケモンをもらった覚えはあるんですよ。髪の毛立ってる。そう、ダイヤモンドパールが全盛期だったので、多分それかな。それですね。それが嬉しかったかな。そう、パールをもらったのかな。そうで、そう、親がダイヤモンドを持ってたので強いポケモンだけ写してました。そう、ちょっとインチキですけど。はい、そんな感じ。クリスマスプレゼント欲しいな。ちょうだい。あれ、止まっちゃった。そう、プレゼント交換したいね。いいね。なんかさ、
なんか大人数とかでさ、円になってさ、なんか音楽かけてさ、そういうの憧れる。 なんかめっちゃ子供っぽいけど、やりたい。やりたいな、そういうクリスマス会。 はい、じゃあね、そろそろね、次の、フリートークか。そう、もう今年もね、そう、今週のが、の1週がラストの農業日っていうことで、今年の振り返りをしたいと思うんだけど、皆さん今年どうでした？そう、今年もね、本当にありがとうございました、1年間。そう、今年楽しかった。あっという間だったね。なんか21年生きてきて、今年が一番あっという間だった。なんか何したっけって思うくらいあっという間。なんか本当に、なんかついこの前「紅白」だったよねとかみんなでよく話してるんですけど、本当にそれで、そうね、今年は確か、そうですね、私は今年1月の台北ライブから始まって、初めて海外でもライブをさせていただいたり、なんといってもバースデーライブが一番残ってるかな。でもいろんなとこで言ってますけどね、バースデーライブが本当にそれくらい残ってて、印象に。2月の4デイズ、京セラ4デイズの、そう、なんかすごい大変で、なんかすごい、もう本当になんかもう本当なんだろう、もうずっとなんかその、なんて言うんだろうな、その4日間に限らず、そのライブの準備前、準備とかでずっとバタバタしてて、本当に結構どのメンバーも大変だった中で、だだだ怒涛の4日間だったんですけど、なんか後から思い返してみたら、すっごい濃い4日間だったなって思って。そう、怒涛だったけど、すごい一つ一つのことはすごいよく覚えてて、あの衣装着れて嬉しかったなとか、そう、あの曲はなんか泣きそうになっちゃったなとか、感動したなとか、そう、そう、来年ね、名古屋ドームでバースデーライブがあるので、ぜひ 皆さん来てね。そう、そう、ブルーレイもと DVD もね、来年出るので、ぜひ。 そう、なんか逆に泣けてきちゃって見れなさそうです、私。 いただいても。そう、あと、そうね、今年ライブ尽くしの1年だったかなって思いますね。だって1月に台北ライブをやったでしょ？ 2 月にそのバースデーライブじゃん。で、5月に横アリのライブじゃん。で、7、8、9と、全国ツアー。で、10月に、あれですね、アンダーライブと上海ライブで、11月に、3、4期ライブ。ほら、めっちゃライブやってる。 すごい、ライブ大好きです、私。楽しかったな。そうね。 あと何ですかね。そう、2020年はね、最近目標をちょっといろいろ考えてて、なんか、ちっちゃいことから大きなことまで目標考えてて、そう、やっぱなんかオリンピックの年じゃないですか。私すごいオリンピックじゃない、なんだ、バドミントンとかスポーツがすごい好きなので、そうで、なんか最近その結構バドミントン盛り上がってるじゃないですか。それでいろいろニュースとかでやってるのを見て、なんかなんだろう、で、なんかそのバドミントンのお仕事したいって言ってたけど、なんか具体的に何をどうするかとか全然なんか思い浮かばなくて、でもなんか私ができるのってなんだろうって思って、そうで、やってたから、そう、なんか経験を生かしたくって、なんかその初心者でも一から楽しめるバドミントンの 番組とか、そうやってみたいなって思って、
そうなんか基礎からその実践的にそう、うん、それでそうなんかバドミントン界を盛り上げていけたらなとか、そう、 そういうなんかねちっちゃい夢ばっかり最近考えてますそうなんか、うん、そうなんか今年そうなんか振り返ってみてあんまなんかなんかこれがしたいとかあんまなんか口に出さなかった1年だったなって思って、そうそう発信全然発言してなんかしてこなかったなって思って、だからやっぱりそうファンの方とかにもなんか具体的にねこういう夢があるとかやっぱ伝わるように、そう来年はねいっぱいやっぱそっちの方がなんか応援してて楽しいと思うし、叶った時のさその嬉しさとか共有したいじゃないですか。そうだから来年はいっぱい目標を立てていっぱい叶えます。はい、どうですか。そうあとねそうもう一個っていうかねあってね目標が、まあそれはそうね、まあ、まあ、多分当たってる方もいるんですけどね、まだ内緒でそうそうそう、まあ分かる人は分かりますね、まあ、あの番組をやっているのでみたいなそうね、皆さんも抱負考えました？2020年そう、うん、考えた？うん、考えてない。まだ間に合う、まだあと1週間ちょっとあるからまだ間に合う、うん、探し中。じゃあね、乃木坂にいっぱい会いに行くことどうですか。私が決めましたね。箱根駅伝楽しみですね。そう昨日絆の物語っていうのあって、そう、それ録画して今朝見てたんですけど泣けましたそう今年の箱根ってちょっと話飛んじゃうんですけど一瞬だけ、なんか私今大学4年生の年じゃないですか、だからなんか同世代が最後の年だから、その箱根駅伝だからなんかすごい寂しいっていうか思い入れがいつもよりなんか深くって、なんかすごい終わってほしくないけど早く見たいみたいなこの葛藤がそうすごいんですよ。なんかやっぱ同世代ってなんかいいじゃないですか、思い入れがね。そう皆さんもぜひね、お正月朝早いんですけどぜひ2日3日は箱根駅で見ましょうね、楽しみ。そうですね。で今日はですねあれですよ、このあと7時からあのカウントダウン TV の、クリスマススペシャルが放送されるのでぜひそちらも見てください。ぜひお願いします。7時からね出てます。そう、うん、そうあと今週もうでももう年末ですもんね。歌番組もありがたいことにね出させていただけるので頑張ります。27日には M ステウルトラスーパーライブもあります。そうシングアウトとありがちな恋愛を披露します。そう嬉しいんですよ、ありがちな恋愛が披露できるのが。なかなかライブでも 2,3 回とかしかやったことないので、あんま見てない方の方がもしかしたら多いんじゃないかなって思うので、なんかそうちゃんとそのなんだろう皆さんが見れるところで披露できるのがすごい嬉しくって、もうこの曲本当に私だけじゃなくて本当メンバーもみんな大好きな曲で、そうだからぜひ楽しみにしていてください、うん、ね嬉しいね。そうファンの人もファンの方もみんな待ち望んでたんじゃないかなって思います。はい、じゃあねそろそろね、お1万人ありがとうございます、イエーイ早い時間だけどありがとう。そしてねじゃあここで、今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います。
今週の競技はサンタクロース、サンタクロースです。サンタクロースからのプレゼントを3択形式で出題します。3つのうち1つは私が実際にもらったことのあるもの、その残りの2つはもらったことのないものなので、ぜひ皆さんは、私がもらったことのあるものを投票機能を使って当ててみてください。と分かりづらかった、サンタク、サンタクロースってかけてるんですね。じゃあね、その何にしようかな。でもさっきそう難しいよって結構だから、その週の中で最も正解率の高かったメンバーに素敵なプレゼントが贈られるそうなんですけど、皆さん絶対当ててくださいね。ちょっと勝ちたいので、何にしようかな。でもなんかそう明らかにそういうもらったことないだろうっていうものはなんか書かない方がいいらしくって、まあちょっとリアルな感じで、何にしようかな。じゃあもらったことあるものから書こうかな。どこに書こう。何にしようかな。と、もらったことないものか、難しいな。なんだろう。どうしようかな。何にしよう。全然出てこないな。何がいいかな。サンタさんってね、小学生ぐらいまでだからね。どうしよう。どうしようどうしよう。どうしよう。なるほどね。いいねそれ。あと一個、何にしよう。何にしようかな。小学校でしょ、小学校っぽいもの。なんだろうな。何にしよう。小学生っぽいもの、小学生ってなんだろうな。あ、わかった。できました。いや、これあるかな、わかんない、もう記憶にない。じゃん。はい。1番たまごっち、2番ルービックキューブ、3番フラフープ。この中で実際にもらったことのあるものが1つ含まれているので、それをね当ててください。1番たまごっち、2番ルービックキューブ、3番フラフープ。じゃあ投票スタート。難しい、難しい。絶対当ててね、皆さん絶対当ててくださいよ。ほら当ててよ。なんだと思う。ちょっと皆さん絶対当てて、絶対当ててよ、絶対当てて、本当に。いや、これ当たんなさそうだな。絶対自信がなくなってきたな。当たるかな。絶対、これ多分負けちゃったな。そう、じゃあね、5秒前、5、4、3、2、1、はい、終了。投票結果を、1番たまごっち 50%、 3番なんだ、フラフープ 25.3、 2番ルービックキューブ 24.7。 なるほど。じゃあ正解は、じゃじゃん、2番のルービックキューブです。絶対当たんないねこれ。確かにたまごっちの方がリアルだもん。だってもらったかな、たまごっちもらったかな。たまごっちもらったってことじゃダメですか。24.7 だって。
まごっちもらったってことにしちゃえばいい。はい、24.7 でした。そう、なぜかね、ルービックキューブがなんか衝撃的で、なんかあのさ、枕元にさ、そうなんかサンタさんの靴下の入れ物とか置いてあって、でその結構下とかにもでかいプレゼントとか置いてあるんですけど、なんか なぜかルービックキューブが出てきて、お菓子とかもいっぱい入ってる中で、なんでルービックキューブなの。でも他のも全然あるから全然良かったんですけど、いっぱいあったから、なんでルービックキューブなんだろうっていうのが印象的で、もうそれしか覚えてないです。逆に他のもの何にも覚えてない。はい、まあそんなところでね、 24.7% の方しか当たりませんでした。はい、じゃあね、ここで次回の明日ですね、農業日担当に宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは、クリスティです。3期生の、同じ3期生のクリスティです。何がいいかな。みんな癖がすごい。確かにルービックキューブは確かに癖がすごい。そうですね、もう年末だからお正月とか大晦日とかね、クリスマス、まあ明日、そうですね、イブですね。なんかイブの、何がいいかな、なんかそういうのにちなんだね。何がいい、何がいいかな、難しい。何がいいかな、何がいいかな、あ、クリスマス、あ、いいね。クリスマスの告白。いいね、それにしよう。やられたら嫌なやつだ。クリスマスデートの後に、後の告白。どうだ、じゃん、クリスマスデートの後の告白。いや、私絶対やりたくないな、やられたら。いいお題ですね。いいお題ですよね。はい、イエーイ。はい、ということでね、そんくらい。あ、じゃあ皆さんコメント、副書タイム、何がいい、あ、ロン君にクリスマスプレゼントあげる、どうしよう。行けたら、買いに行けたら、なんかケーキとかね、犬用のあげれたらいいですけどね。そう、ロン君ももう大人ですよ。何がいいかな、お、うちの犬今日誕生日おめでとう。いくつだろう、じゃあ、そうですね、あ、いいですか、皆さん突然ですがこの動画を再生してください。なんだろう、あ、再生私がするのか。じゃん、ちょっと待った。秋元真夏です。そこのあなた、聞こえ、あなたに素敵なクリスマスプレゼントを届けちゃいます。待っててね、どうぞ。何、何、なんだ、何何これ、何これ、何、ちょっとライトが、何、可愛く言ってね、でん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 、明日のクリスマス日一緒に過ごしょ、過ごそ、いや、意味わかんない、何それ、そんなのあるんですか、今の曜日って、最近の曜日はこんなのがあるんですか。真夏さんからの宿題
があるんですか、最近の土曜日は。何？え？これ毎週毎回あります？初めてかな。初めてらしいですよ。最悪最悪とか言っちゃったけどやだ。そう、本当にマナハラですね。真夏さん真夏さんえ、待って、難しい。しかもさ、そのアッシュッシュの漢字でって書いてあるけど、アッシュッシュってなんかこの文字だから可愛くて、なんかデンでやるとなんか変じゃないですか。え、難しい。え、どうやったの。いきますよ。え、難しい。デンデン、ん、デン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 明日のクリスマスイブ一緒に過ごそう。いや、意味わかんない、本当に意味わかんない。もうやだやだ、もうお手本が欲しいですね、本当にお手本やだ、何ですか、何このでんでんでん、こんなんいりませんよ普通やだ、もう明日もあるといいな、これ今週1週間あってほしいな、私だけじゃなくてはい、だそうです終わりました、真夏さんもう恥ずかしい、こんなんやらされると思わなかったよ握手会でやりませんよ、多分でんでんでんとかで終わっちゃうと思うやだ、やんないよ。はい、あ、髪色いい感じ、ありがとう、急だけどじゃん、染めました。やだ本当にそうですね、今年の握手会が一昨日かな、昨日一昨日で最後だったんですけど、今年も1年ありがとうございましたはい、皆さんにね、いっぱい会えて嬉しかったです。来年もまだ決まってはいないんですけどね、よし、もし会ったらぜひ会いに来てくださいはい、じゃあそろそろね、終わりのお時間です急ですけど、今年も1年本当にありがとうございました。はい、で明日の農業日はクリスティ、吉田屋のクリスティが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。はい、さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークの配信予定です、そちらもぜひチェックしてください。はい、それではね、今日のお相手は佐藤楓でした。イエイ、じゃあバイバイ、じゃあねー。